ども、おおよそこのハートの形というか今ありますね。まず体の、心臓。千葉県建設業協会の川瀬と言います。本日はですね、建設業協会主催の、夏休み親子防災体験教室にご参加いただきましてありがとうございます。同じくらいですね。やっぱりお子さんの力です。実際に中に入ってますようにレトルトとかですね、アルファ米とあと普通のご飯を作られていらっしゃると思いますけども、お米は必ず自宅の方にあろうかと思います。